トラブルドットゲイン編始めていきます。 KGC プリンティングカレッジの三浦です。よろしくお願いいたします。ドットゲインとはドット網点がゲインする増すということから、網点の太りまたは広がり量を表します。印刷版の網点面積率より印刷物の網点面積率の方が大きく刷られた状態を言います。オフセット印刷では必ずドットゲインは発生します。ただこのドットゲイン量が必要以上に大きくなってしまいますと、同じ濃度で印刷したとしてもこのように色が合わないような状況が発生してしまいます。ドットゲインが大きくなる原因としてこの5つの項目が考えられますが、今回印記は温度の影響を受け、その物性が変化します。理想の温度とは、温度変化により印刷にどういった変化が生じるのかを理解しなければなりません。印刷環境による印記の物性変化について、温度変化をさせて印記タック値を測定すると、タック値は温度によって変わることがわかります。印記は温度によって大きく物性が変わる物体です。温度が低いと印記が硬くなります。このため冬などの温度が低い場合は、あらかじめタック値の低い印記を使用することで対策を行うことができます。逆に温度が高いと印記が柔らかくなります。夏場などの温度が高い場合は、あらかじめタック値の高い印記を使用することが非常に大切になってきます。印記の物性について、タックとは印記を引きちぎるとき、印記内部に引きちぎれまいと抵抗する力が働き、この抵抗値をタック値と言います。印記タック値は以下の諸条件に大きな関係があります。1つ目、ローラーからローラーへの印記の転移、また版、ブランケット、印刷用紙への印記の転移。2つ目、印記タック値が大きい場合の紙向けや毛羽立ちの発生。3つ目、多色印刷における先刷り印記の上に後刷り印記の乗り具合。なのでプロセスカラーである墨、藍、紅、黄色はそれぞれタック値が異なります。先に印刷された印記の上に後刷り印記が乗る際に、必ず先に印刷された印記の方が引っ張る力が強くなるように印記は調整されています。4つ目、印記タック値が小さく柔らかい場合、反面また紙面上の汚れが発生しやすくなります。次に、印記フローとは印記の流れ広がる度合いを示すもので、一定量の印記をガラス板で押さえつけたとき、印記の広がり量をフロー値と言います。このフロー値の変化により、フロー値が大きいとドットゲイン量が大きくなり、逆にフロー値が小さいとレベリングの不良、つまり光沢低下につながります。また色素トロピーとは、攪拌すると流動性を増し、しばらく静止すると元の状態に戻る性質です。印刷では印記をヘラで練ると、最初は硬いが練っているうちに柔らかくなり、また放置しておくと元の硬さに戻ることを言います。